秋月と根ザネは、戦国時代末期から安土桃山時代前期にかけての武将、戦国大名、秋月氏十六代当主。天文十七年、畜全国の国人である秋月氏十五代当主、秋月文書の次男として誕生したと言われる。後時三年、大内氏の内紛を後期と見た毛利元成は、大内氏の当主、議長を討って、大内氏を滅亡に追い込んだ。 これにより、毛利元成は、九州を除く大内市の丘陵の大半を手中に、収めることに成功した。同じく工事3年、秋月市では、毛利元成の調略に応じて、大友市に反旗を翻し、父、文守や長兄、晴れ主が、大友総林の猛攻を受けて自害したが、種々は家臣に連れられて古書山城落城寸前に、脱出し、毛利氏を頼って、 宋国山口に逃走した。永六二年一月、秋月市の旧審、深江美野守るは、毛利氏の支援を得て、種種を居城に迎えると、古書山次郎を占拠していた大友軍を破り、秋月市の丘陵をほぼ回復した。種種の弟、主夫は、高橋明主の養子として、武前国小倉城に入り、種の部は、長野氏を継いで、武前馬が竹城主となり、 元種は河原岳上主となり、それぞれ大友氏に対抗した。秋月氏の名が史上最も現れるのは、この種種の代からである。大友氏は1559年に幕府より筑前守護に任じられた。A60 年、高橋明氏が大友氏に反旗を翻すと、種種も同調し、秋月氏は9月3日の旧末の戦いでは野衆を勧告した。 A60 年9月4日の夜半、風雨の強まる中、秋月とネザネは、夜臭を結行する。2000の兵を率いて、薄木明側、吉弘管理の陣に突撃した。秋月勢の夜臭により、パニックに陥り敗走する、管理薄木観束の兵が、土地関連の陣へと逃げ込んだ。関連は、抜かりなく、夜臭に備えていたが、酸を乱して流れ込んできた。 敗走兵との同志打ちが始まってしまう。関連は、同志打ちを演じる味方に起こり、同志打ちを収集し、遊軍の敗走を助けて、追手の秋月勢と戦ったが甚大な被害を受け、全軍に交代を命じた先が山熊城であった。この戦いで、とじ一族は打撃を受け、とじ関連の弟、カ方らカが討ち死にした。これにより、 毛利元なの九州進行も始まり、A61 年には、立花秋氏が大友氏に反旗を翻すなど、一時は、反大友勢力が優勢だったが、7月23日に、立花山次郎が大友軍によって陥落され、A62 年5月28日に、毛利軍も、たたら浜の戦いで大友軍に敗れたため、8月に、種ザは、大友総林に降伏した。 天正6年に耳川の戦いによる大敗で、大友氏が衰退すると、秋月と根ザネは、大友氏に再度反抗、龍造寺高信や畜氏広角らと手を結んだ。さらに大友僧林の暴悪十カ条を掲げて、畜前とその周辺諸国へ触れ回り、大友に背く、者たち同士で連番し合った。大友家家臣。 筑後国庁岩木城主、門中所光鶴系は、耳川の戦いで、大友氏が大敗して影響力を弱め、代わりに、非全国の竜造寺氏が、筑後で勢力を伸ばし、諸勢力のほとんどが、大友氏から竜造寺氏に次々と寝返った後も、五条鎮定と共に、大友氏に筋を通し、筑全国の秋月氏らの監視に当たった。天正八年二月十八日に、秋月氏は、 武前のイノシシヒザにて大友方の子宮八百を打ち取るなどした。しかし、種座の信仰は立花同説と高橋正雲によって退りけられてしまう。天正十二年に竜蔵寺高信が沖田縄手の戦いで敗死すると、種座は変わって勢力を伸ばしてきた島津義久に従属する。種座は大友軍の立花同説が、 島津氏と龍造寺氏を攻撃しようという使者を出す前に、いち早く、龍造寺と島津の和睦交渉の橋渡し役となり、なおも、大友氏に反抗。島津氏と龍造寺氏の争いを回避し、島津氏が大友攻略に戦力を絞る役割を果たした。天正12年8月、立花同説、高橋昌雲は、大友氏の筑後脱回戦に参陣。昌雲の子、 立花宗茂は、同説出陣後、千ほどの兵力と共に、立花山城の留守を預かることとなった。この時、立花山城に種種種率いる八千の兵が、攻め寄せてきたが、宗茂はこれを撃破し、さらに西の沢良軍の曲がり口ふや、添島っぱなし牛がが夜井森城など、龍造寺氏の城塞を襲撃した。そして、種は、島津氏と大友氏の争いの中で、 大友領を侵食してゆき、最終的には、筑前、武前、筑後国北部に36万国にも及ぶ勢力範囲を有し、秋月市の最盛期を築き上げる。天正13年に種種は、島津市の大友領進行に従って、岩屋城を攻めた。天正15年に、豊臣秀吉の九州平定の軍勢が九州へ、進軍しようとした際に種種は、 講和の使いと称して、敵情を探らせるべく重心、エリ通る行を秀吉のもとへ派遣する。秀吉はエリへ、降伏すれば、種種へ、築前、築後の二国を与え、エリにも三万国を与えるとした。復命したエリは、時代の流れを悟って、秀吉に従うように還元したが種種はエリへ、退場を命じ、島付との偽名に従い、秀吉との交戦を宣告した。 これを思いとどめさせるべく、エリは、監視に及んだが種真種は応じず、島津方に組みして秀吉率いると与富勢と戦い、敗北した。そして牢城中に、秀吉得意の人余剰作戦により、戦意を喪失し、降伏することとなった。この時種種は帝発し、奈良市は片月と国都市の刀を秀吉に献上し、娘の龍子を人質に出したことにより秋月氏は、 存続を許されたが、秀吉の命令で、日向国宝部三万国に、現意法された。種根は、その際、十国でもいいから、秋月にいたいと嘆いたとする。失意の種根は、家督を、嫡男の種町に譲って隠居した。慶長元年9月26日、高鍋で死去。去年49。ありがとうございます。